こんにちはったらこんにちは、いずもです。アクリル板にアイロンプリントをするという挑戦を続けているのですが、どうもうまくいきません。というわけで今週もちょっと違うことをやりましたので紹介します。作業収録時の照明として使うためにダイソーのラウンドスタンドライトに LED テープライトをつないでデスク照明にしましたというお話です。ラウンドスタンドライトはこれですね。まだ売ってるかどうかちょっと怪しいんですが、似たような照明を売ってたと思います。お値段300円で USB 給電でも単三電池3本でも使うことができます。電池を入れっぱなしで USB をつないでもちゃんと USB を優先して給電してくれる優れものです。タッチボタンがついていて明るさを3段階に切り替えることができます。この首がぐにゃぐにゃ曲がって位置の調整がすごく自由にできるのが良いところです。で、これにおなじみテープライトをつないでしっかりとした照明にしてしまおうという計画です。先に見せちゃいますが、基板がこれです。 FET が入ってるかと思ったんですがなかったです。この謎の IC がドライバーを兼ねてるみたい。全く所見がわからないのでかなり乱暴ですが、こことここにテープライトの端子をつないで一緒に駆動してもらいます。本体をバラしていきます。思った通り足の下にネジがありました。例によって中はとてもシンプルで小さな基板が1枚入っていました。基板も外してしまいます。電池への配線も外します。さっき見せましたが基板はこんな感じです。 USB 端子を作っていきます。電源線をハンダ付けして、あとはカバーするだけです。配線を通すためにカバーに穴を開けて、線を通して基板にハンダ付け。主な工作は実はこれだけです。接続チェックを兼ねて光らせてみましょう。裏側の銅シールがスイッチ。問題なさそうです。それでは戻していきましょう。停電スイッチの正体が衝撃でした。本当にただの銅シールなんですね。 USB ラインは怖いのでホットボンドで固定。カバーを戻してネジを締めて、本体はほぼ終了。1メートルのテープだと長すぎるので2分割して折り返して使います。真ん中付近にちょうど良さげな接続部があるのでそこで切って短いケーブルでつなぎましょう。毎度思うんですが、この継ぎ目は何なんでしょうね。こんなところにハンダが乗ってる必要なさそうなんですが、できました。忘れてた足を戻して、すべての工程が終了です。テープライトを作業机に貼りました。光らせてみます。いい感じですね。というわけで収録環境改善も兼ねて作業台に LED 照明を追加しました。このラウンドスタンド自体が意外と使えるんですよね。あのぐにゃぐにゃ曲がる首で明かりが欲しいところにピンポイントで持ってくれるところがとても良いです。無茶な改造したので壊れないか心配ですが、今のところは大丈夫そうです。
まあそんなに長時間使うものでもないですからね。さてここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次週はどうしましょうかね。アクリル板にアイロンプリント、もうちょっとだけあがいてみます。ダメならまた何かネタを探します。それではまた次回。よろしくお願いします。